様ら。よう、この絵の坊主、元気そうじゃねえか。野郎、雷蔵。んだこいつらは。金軍、モノノフを取り締まる霊山の特務部隊よ。モノノフを。老いたが過ぎたな、坊主ども。金軍指揮官の雷蔵だ。おめえらを内乱の罪で捕縛するぜ。細かい話は任せたぜ、指揮さんよ。は、面倒くさがりやめ。あの男。私は霊山軍師の指揮。こたびの内乱を鎮圧する任を主より賜った。この A 部隊隊長ヤクモ、並びに侍部隊隊長トウヤ。貴様らを内乱の罪で捕縛する。おとなしくバークにつけ。関与のあった者はことごとく拘禁する。これは霊山君の命であるぞ。そんな。金軍が動いた。この短期間にどうやって。こんな前線で妙な人物と出会うものだ。クヨ殿、これはお主が。軍師指揮、こんなところで何をしている。これは軍師クヨ、生きていたか。内乱に巻き込まれて死んだかと思ったぞ。あいにくその程度で死ぬほど老いぼれてはおらんのでな。それよりこれは何の真似だ。見ればわかるだろう。内乱の鎮圧にやってきたのだ。聞けば戸様と機内が衝突し殺し合いになっているというではないか。霊山君より鎮圧命令が下った。即刻死亡者を捕らえて処罰せよとな。何か勘違いをしているようだな、指揮よ。勘違い？内乱など起こってはいない。ほう。少々小競り合いはあったが、お頭戦議ではよくあることだ。誰がお頭になるかをめぐっての派閥争い、それを内乱とは。肩払いたい。里は変わらず統制下にあり、お頭戦議は継続中だ。私は霊山君から全権を与えられた代理人。何人もこれを犯すことはかなわん。ここは私の管轄下だ。手を出すな。クヨ殿。どう思う、雷蔵。あしらさんがそう言うなら下手に手出しできねえぜ。お頭戦議への介入は重罪だ。たとえそれが俺たち金軍でもな。少し様子を見た方がいいだろうよ。やれやれ、タヌキめ。俺は失礼した、軍師クヨ。貴公の権限を犯す気はない。だがこちらも霊山君の命で動いている。職務上の責務がある以上、しばし里に留まって状況を確認したい。許可してもらえような。好きにしろ。だが私の権限への介入は許さん。その点わきまえておけ、軍師指揮。承知した、軍師クヨ。んじゃ、宿舎が必要だな。この絵の人証借り受けようか。俺たちを案内しな、ヤクモ。
師匠だからといつまでも。いいだろう、ついてこい。貴様はどこかで会ったか。まあいい、行くぞ雷蔵。了解。クヨ殿、感謝する。勘違いするな。お前たちのためにやったのではない。行くぞ相馬、発砲。ちょっとクヨ待ってよ。あの式という男には気をつけろ。いろんなことがありすぎて頭が追いつかないんだけど。まずは混乱の収拾に当たりましょう。我々は現に内乱状態にあったのですから。さっきから黙りこくってどうしちゃったのよクヨ。ハスホ、ここから霊山まで馬でどのくらいかかる？霊山まで？そうね、少なくとも丸3日ってとこかしら。内乱が発生してから経過した日数は？2日だけど、それが一体。待って、それじゃあシキたちはどうやって。そう、内乱が起こってから霊山を立ったのでは今到着するのは不可能。奴らは内乱が起こる前に霊山を発していたとしか考えられない。この内乱自体が仕組まれていた、そう考えるのが妥当だろうな。何のためにそんなこと。さてな。だが一つだけ分かったことがある。我々が追っていた敵が姿を現した。